食感いろいろハイチューズジューシーエピソード1プニシャリ。いや、去年のさよならグリーンアップルの反響すごかったな。へえ、だから続編作ってんの？ああ、続編ってだいたい失敗するよね。ちょいそんなこと言うな。まあそうだけど、でもさ、俺たちの特徴的な食感を知ってもらういい機会だろう。まあ確かに。なあ、じゃあ行くぜ。俺はグレープ、ストロベリー、グリーンアップルが入った噛み心地いい食感で人気のハイチューアソート。そしてこいつはグミのプニプニ感とシャリッとした食感で、なんか人気のプニシャリハイチューアソートです。おい、差がひどいわ。自分だけ売れようとしてるわね。もっと私のプニシャリ食感強調しなさいよ。そんであんた、前回のグリーンアップルと同じ声よね。え、なんであんたがまた出てんのよ。ああ、あれだよ、あれ、あの、転生だよ。転生したらアソートだったんだよ。なわけあるかい。まあ落ち着けって、転生って最近じゃよくあることだよ。確かに。いや確かにじゃねえわ。森永